王者隊と申します。どうぞよろしく。まあ、どの辺が貧弱かっていうのは後々ね分かってくると思うんですけどね。まあ王女隊でやっております。今日は一応このバンドで、初めてステージに立つということでね、至らないところもいろいろあるとございますが、どうかちょっと最後まで楽しんでいってください。よろしく。いや、思いのほかね、曲をいっぱい持ってきたのでね、あんまり MC をしてる暇がないというね。本当は僕もう休みたくていっぱいいっぱいって、もうやめて、やめろ、やめろ、なんつまりさっきみたいに盛り上がる保証は全くない。全くないからね。とか、そっちゃ、なんだこのバンドは、練習の時はもっと和気あいあいとしてるはずなのに。まあ、というわけでね、筋肉少女隊というバンドがございます。そのバンドのコピーを主にやっております。でもね、筋肉少女隊って言うとね、なんかみんな面白い歌詞でなんか面白い感じの曲しかやってないように見えると思いますが、あえてそういう曲を一切持ってきておりません。なんかギターとかベースとかがね、かっこいい曲ばっかり持ってきてます。ということでね、面白そうなのを期待してる人たちは、まあなんだろう、なんかここでくねくね踊ってる人たちをね見て、ちょっとだけ楽しんでってもらって、大体楽曲の方を楽しんでってもらえれば、いいかなと思っておりますんで、皆さんよろしくお願いします。僕は今まだ自分のタイミングを測っているからね。思いのほかね、体が虚弱なんでね、ちょっと休まないとねいけない年齢に差し掛かってまいりました。なかなか息を整えるのもね大変だなと思ったんだけど、喋ってると結局息が整わないということでね、早速次の曲に行こうかなと思っておりますが、残念なことに私の記憶力が貧弱なものでね、次の曲ねあまり覚えてないんですよね。というわけでね、この辺に白い紙とかがこうね動き始めますがね、皆さんこれ気にせず楽しんでてください。上の方だけ見てるとね、ああ頑張ってるんだ、白鳥の水面の下みたいな感じです。ここはね、見ちゃいけない、大人の対応で一つよろしくお願いします。じゃあ、次の曲いきましょう。労働参加
るか怖いよ よしなやってやろうじゃねえのよ。そしたら全員叫ぶぜ、行くぞブレイクオー、時代はいつでもグルグル、もちろんそのやる行くことないから、怒られトラブル呼んでる奴らは生きてる証しの君のため、お金がもらえるとこだまどこいうみんなで一緒、我らみんなでグルグル、グルグル
2曲続けて、行かせてもらいました。早いものでね、もう時間がね差し迫ってしまったということでね、大体5分ぐらい押して入ったんでね、ここでね MC をちょっとでも縮めてね、早くやるとかそういうことは一切考えてませんから、きっちり休みますから僕、本当に辛いですから今。ありがとう、ありがとう、皆さんのおかげで、このライブも盛り上がっております。本当にありがとうございます。まあ、残念ながらね、曲いっぱい持ってきたって言っときながら、残り2曲になってしまいました。本当はもっとやりたいけどね、記憶力がね貧弱だからさ。そこか、そこや、そこ、なんか8割ぐらいね、ふわっとしかね覚えて、いやいやいや、そんなことない、そんなことない、ちゃんと覚えてる、ちゃんと覚えてるけど、っていうやつだよな、そういうもんや、そうね、ガーってね、ベロとかね。よし、はい、というわけでね、軽く息も整えて、残り2曲、今までにも増して勢いを出して突っ走っていこうと思いますんで、皆さん最後まで盛り上がっていってください。この後もなんかかっこいいバンドとかいっぱい出てくるけど、そんなの思い出せないぐらい突っ走るんで、みんなどんどん盛り上がってください。俺は今自らハードル上げたから、みんな乗っかってくれないと俺がへこむからな。よし、じゃあねへこむかもしんねえけど、最後まで突っ走りますんで、皆さんガーンと続いてきてください、ついてきてください。いくぞ、少年グリグリメガネを拾う。Oh,
ー